山芋のトロトロフーバーチャンプルです。食べていきたいと思います。今日ね、病院の通院日だったんですよ。まあ幸い抗がん剤の方でガンは少し小さくなってました。まあね、このまま泣かせてくれれば一番いいんだけど、いただきます。で、僕の主治医なんですけども、専攻医なんですと、まあ、いわば見習いみたいな形なんですけどね。で、職場に行って、あれ今日数字出ないのかなと思ったら、電話が落ちてきて、いや、すいません、数字処方するの忘れました。笑ってるんですよ。もしに会計も間違えてて追加で払わないとダメみたいなんですよね。大丈夫かよ、もう、と思いますけど。もう、手前に入院で、スーツなんですよね。スーツは大体10時間ぐらいかかるみたいですね。スーツの生体ごと取り除いて、スーツの成功すればね、まあ、がんは治るんですけども、声が出なくなるのは嫌だな。一緒話せなくなります。でもまあそれでもね、聞いている方が好きですもんね。うまい。ゴーヤーうまい。昔はね、ゴーヤーに味出したんですよ。苦いから。でも、食べてるとすると、この苦味がまたね、たまらなくて美味しいですね。不思議なもんだね。
やばいのは公園通路じゃないですよ。食べ物を食べるとちゃんと食道に入りますよね。でもこの場合のように適温ができるから誤って気管の方に入っちゃうんですよ。それをねやっちゃうと肺炎を起こして大変なことになるんで、食道でじっくり味わうようにしています。今はあんまり面白いこともないかな。交換脂肪にかね、まあ、ネームの味です。高いんですよ。わざわざ作ってもらいますからね。入院の時は欲しいかな。病院部屋とか家事に引き裂かせるから、もう生活音が続けないですよね。今は困難のせいで面会できませんけど、昔面会できた方がもうすごいうざかったですよ。ずーっと話してるんですからね。昔ね、東京の有名大学に入院したことがあるんですけど、そんなこともあったんで、こっちにいたんですよね。そしたら、1日2万円。毎日ですよ。それはね、シャワーもトイレもありましたけど、ビビりましたね。幸い入院が1週間もずれたんで、まあ厳しいけど、なんとかなと思って入りましたけどね。もう高いわ。それはうまい。こういうのが一番いないわ。昔、病の時に病ってことがあるんですけど、必死だとには無理でね、全然ダメでした。
ああ、もう流しちゃう。まあ今日はまだね、もうそんなの調子が良くないんで、あまり喋りませんでしたけども、久々の飯動画、楽しかったです。手術すればね、まあ声が出なくなるから、気まずいね、やるしかないのかな、なんて思ってますけどもね。あるんですよ、いいのが。これね、電気式、コート。これしか方法はないが、てなことです。大変ですよこれ。7万8万するんで、あ、しまった、ピンの忘れちゃう。そうなんで、まあ、おそらくテロップしか出せないと思う。出せないでしょうけど、まあ、なんとかまた別動画やっていきたいと思います。それでは今日はもうダラ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 しましたけど、本日ごちそうさまです。ではI'm not.